クリア入れるの忘れてましたね。なんで、チマビッチの病院から帰ってきて、今すぐ入れました。そんなもんですわ。はい、それではね、モール先ほどクリア入れて乾くの待ってる間に他ちょっと進めてきます。よいしょ。まあだいぶ進んできたんで、よいしょよいしょ。そうですね、ここから行きましょう。もう映るかな、この車。エアスコープみたいのここにくっついてましてね、フェンダー加工してこういう風に、でここに僕がフィンを作ったんですよ。でそれがここにつけるんですけど、つける前にもうこの辺だけ最初にもうちょっと塗装、最初の磨きを一回ちょっとやっておきます。この辺まだ全然終わってないんで、この辺取り付けのこの辺ちょっとメインで終わらしちゃいたいと思います。僕の趣味は昆虫採集です。この辺だけ終わりましたね。この辺だけ、よし、とりあえずフィンつけちゃって、熱中して他やってるとどんどん磨いてっちゃいますね。とりあえずちょっとここだけにして、以前制作したフィンをつけていきたいと思います。はい、こっちだけ、フィンをつけ終わりましたね。よし、引きで分かるかな。なかなかかっこいいですよ、こういうのもね。よし、反対側に移ります。